この間石川遼君と話することがありました。あ、そうですか。あのゴルフの遼君。ええ、わかります。今僕は成績はこうでね、ああで、まあ、多分ねライバルの松山君かなんかの意識するんだと思うんだよ。そうですね。いや、こうでもって低迷してどうのこうのでも頑張りますとか言って、遼君、僕ね一つだけあなたに言っときたいことがある。何ですか。デビューした時から番組にも出ていただいて、遼君、一つだけデビューした時から変わってないことがあるよ。ドキッとしてる。うん、え？ってわけ。え？デビューした時から一つだけ変わってない。何ですか？間を置いたね。やっぱり50年近く喋ってるとスッといかないよ。うん、そこでパッと間を開けるね。はい、と相手はね、うんとこう来るわけ。はいはい。面白い僕の話。はい。で、面白い？なんかみんなシーンとして、なんかあいつ失言するんじゃねえかなって心配そうな顔で見てんだよみんな。終わっちゃうな。いやいや、この番組ね、ある時からすごいんですよ。何がすごいか知ってます？え？記者の皆さんの間で 100% の聴取率。すごい。今日も緊張してお届けしてますけれども。あ、緊張してんの？はい。室長でね。面白い僕の話。面白い。それでなんて。あ、よかった。今何喋ってました？あの、りょうくんの変わらないところです。一つだけ。いや、私わざと何話してましたって一応ギャグで言ってるわけ。いや、それはまともに答えられると、あいつはバカじゃないか。老人性痴呆症が始まったんじゃないかと思われるでしょ。ごめん。本当に。え、何喋ってました？石川遼君の。そう。石川遼君の何を？の、あの、一つだけ変わらない点です。デビューした時から。デビューした時から。何年も。でも変わらない点があるよ。なぜですかって時に、パッと間を開ける。はい。あまり長すぎてもいけない。間と、ね。はい。間っての間。はい。ね。これ、急、パッと叩き込む。うん、このね、間合いと緩急の自在っていうのは大事なんですね。はい。これを教えてくれたのは誰だと思いますか？田波さん。違うんですか？よく出てこられる大先輩なので、田波さんっていう方かなと。そうきたか。無駄話の時間の話ですね。田波さん。私の大変な3年先輩ですよ。ですよね。名アナウンサー、立派なアナウンサーですよ、はい、本当に。宿直室でね、本当、女子アナを押した押したって有名な人ですけど、田波さん。あの人が僕に教えてくれたのは、信濃町のホテル白樺荘の電話番号だけですよ。本当に。そう、間と緩急って大事なんです、これは。ね、はい。徳川無生さんという方が教えてくれたの。りょうくんの話になかなか戻らないでしょ。何から何かなと思ってるでしょ。りょうくん、デビューした時から君一つで変わらないことがあるよと言って間を開けた、はい、でパンと話を切り替える、はい、徳川無生の話。美濃さん、その間と関係はどうやって覚えたんですか、うん、実はね、いいかい、聞いてるんだよ、新人のアナウンサー相手に、はい、ほとんどのね、各局のね、おそらくテレビ局の新人アナウンサーはね、一回は僕の話聞いてると思います。不細工な子の前には僕は行かないの。可愛い子の前だけ行ってね、聞いてる？って声言いながらやるんですけどもね。一番綺麗だったら河野恵子さんかな。吹いてる。可愛かったですね。はい、今あの人どうしてんの？高野花さんの奥様でいらっしゃいますね。あ、そう。嫌なやつだね。そうですか。まあ、それでだね、何があった話は戻りますけれども。間と緩急覚えるのに何か。徳川無生。昔の文化放送すごかったよ。徳川無生さんのね、テープを聞けって言うんです。ええ。聞きます。はい、僕が聞かされたのは宮本武蔵ってやつ。朗読。どうだった次の日。よかったです。どこが？いや、どこがって。何を聞いてんだお前は。それじゃあダメだ。もう一回聞けって。一週間ぐらい同じの聞かされるんです、テープ。それでも気がつかないんです。はい、そしたら、ここだって教えてくれました。おストップウォッチ出せ。はい。はい。いいですか？ストップウォッチ用意してください、皆さん。ここを聞けとね、無生さんがね、その時武蔵は、この一言なんです、はい、もう一回言いますよ、いいですか、はい、何かに気づいてください。その時武蔵は、うん、この間の長さね。あと一秒間違うと、停波の事故になっちゃう。はい。それが分からねえのかって言われて。それからですよ、僕は。はあ、その時見ろって言われるぐらい。何でも、その時。1、2、3、4、5、6、武蔵は。何でもそうするようにした。そのぐらいね、こう間を開けろ。はい、で、僕は開けました。緑以外、
君がレビューしたら変わってないことが一つだけあるんだよ、うん、心の中で数えました。あるんだよ。1、2、3、4、5、6、爽やかさだよって言ったらね、ひっくり返ってました